どうもどうも皆さん、こんばんは。今日はですね、ちょっと何気なく、撮ってるんですけどもね、ちょっとね、いつも撮ってる感じと違う風に撮ったんですよ。お気づきの方はいるかな？ね、ちょっとね、はい、どうも。わかりますかね？これってちょっとね、いつもだとですね、4K の30フレームで撮ってるんですけど、今日はですね、4K の24フレームで撮ってます。はい。24フレームっていうのは、ね、24fps っていうんですけど、これね、映画の感じの、見え方と同じ、撮影のね、フレームのレートというか、こう、30コマか24コマっていう感じなんで、ちょっとね、パラパラしてると思うんですよ。まあ結構こういうのでね、Vlog を撮ったりとかしてると思うんで、まあ今日はこんな感じで撮っていって、まあ雰囲気をね、ちょっと変えてみようかなという感じでちょっと撮らせていただきました。そしてですね、今日はせっかくなんで、はい、またこちらね、はい、Amazon さんで買いました。今日はね、Amazon で買ったものをちょっとね、まあこれちょっと必要だったんで、必要でちょっと頼まれた部分もあるんですけど、これ実際僕が使ってもいいかなっていうことで、ちょっとね、ちょっとこのまま僕が購入しようかなとは考えてます。はい、こちら。じゃじゃじゃん。はい、なんかね、黒い物体ですけど、これね、よいしょ。開けますと、はい。こんな感じなんですけれどもね、よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じでございまーす。じゃあちょっと間近で見てみましょうか。これはですね、はい。これはね、スマートフォンを差し込むやつですけど、まあこれをここに取り付ける感じですね。はい。よいしょ。まあねじ込んでもいいけれども、はい、ねじ込んでもいいけれども、はい、このようにねじ込んでもいいですけどね。はい、ガチッと止め、はい、ガチャガチャしますね。自転車のところに取り付けるやつです。で、これで絞り込んで取り付ける感じですね。よいしょ。なので、こいつを、はい。まあ、これでサイズ感を見ながら、はい。これで締め込むって感じですね。はい。ここはね、別にこれじゃなくてもいいんですよ。まあ、要は、こういうようなとこのレバーっていうかね、棒があったら、そこに取り付けて、こいつをここにスマートフォンをつけるという形。あとはね、これは、ここの後ろにも付いてるんで、これでね、取り付けることで、こういうような取り付け方もできます。スマホホルダーセットっていう感じなんだけど、まあ、自転車とかね、このバーに取り付けるやつですね。まあでも僕なんかはこの車のロールバーなんかにつけてもいいかなと思いまして、これを全開に広げれば多分それで絞り込みできるはずなんで、これでこう閉めちゃえばバッチリじゃない？ね。このまま全部締め込んでさ。まあこんなような使い方もできるんで、まあちょっとこれはこれでありかなと。いう感じで。まぁ、ちょっと僕もこういう必要ですっていうので頼まれ物なんですが、まぁ、僕が使ってみようかなと思っちゃいました。はい。まぁ、こんな感じですね。はい。それでこれね、こちらの方、取り付けるんですが、僕がね、ちょっとその、実際にどういう感じに取り付けたいのかっていうのは、このね、これはまぁ、例えば自転車に取り付けました。そしたらこれを、自撮り棒をつけまして、よいしょ。それで、このまま伸ばして、ほら、これでだいぶいいでしょ？で、さらに、これスマホつけるやつが、できれば、この感じでさ、自転車の、レバーの部分、ハンドルのボムに取り付けて、スマホが取り付けられるわけですよ。これでね。まあ、例えば、こんな感じで。よいしょ。はい。
こんな風に取り付けられるんですね。これバッチリでしょ。これでかなりのね、下もかなり丈夫なんで、これギュッと締めてもらえばこれでいけるから、まあ、あとはここをどう締め込むかだね。はい、これで締め込んで、はい、こういう感じですね。これもまあ、ここ結構あれなんだね、弾力性がある感じになってるのかな。あ、ちょっとね、そういう感じになってる。あ、これ向き変えられるんだ。これでいいじゃん。じゃあこれ向き変えて、はいはいはい、こういう感じですね。こういう感じ取り付けられるという感じですわ。はい、まあ、なのでこれでこのような感じで取り付けて、だからね、あの逆に言うと僕なんか車で、あのロールバーにこれをさ取り付けてさ、これでいいんじゃない、撮影できるもんね。いわゆるこれでさね、スマホで運転してる横顔とか撮れるから、これはこれでいいかもな。うん、はい、ちょっとねこれはありだなということで、まあ最終的にはこれを今回作りたかったです。まあ最悪これだとちょっと重いから、ちょっと意外とねこの自撮り棒が重いんですよ。だったらこっちの方が軽くていいかも。はい、こちらだったら、こっちの方がいいかな、こっちの方が軽いかな。あ、こっちの方が軽いかも。うん、あとここの感じがどんだけね問題ないかっていうところだね。はい、いけますねこれで。まあだからこのね、どちらかこう取り付けてもいいかなと思うんで、まあ僕はこっちでもいいかな、これ取り付けてもありなんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、こんな感じでございます。はい、お、いいね。なので今日はねこちらを、購入させていただきました。まあちょっと試してみます。まあそれで今回ちょっと24フレームで撮ってみましたけどね、どんな感じか、ちょっといつもの見え具合が違うかもしれないんで、まあこういう感じで撮ってみようかなという感じで、ちょっとね、せっかく今日は Amazon で、買ったんで、それを開封しながら、24フレームで撮ってみました。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価お願いします。以上、タニパさんでした。バイバイ。この辺でドローンさせていただきます。ドローン、ドローン。まあ変わった撮影な感じをね、今日は味わっていただきたかったんで、どうでしたか。バイバイ。